はい、東京工業大学の、えー、岩崎です、えー、それでは四足元素を用いた固体量子光源エンジニアリングという、えー、研究に関してと、えー、紹介させていただきます、えー。本研究は量子ネットワーク応用へ向けた固体量子光源の創出を目的としています。で量子ネットワークというのは量子状態を送受信する、えー、安全な情報ネットワークのことになります。えー、例えば発光源、 から放出された量子的な光を受信,者と受信者に送ると。で、長距離に及ぶ場合は、そこに中継器を置くことで、長い距離も伝送することができるというものになります。で、この発光源や量子中継としての応用が期待されているのが、固体中に形成される量子光源になります。で、その中でもダイヤモンド中に形成される固体量子光源というのが、えーとえー、と注目を集めています。 で本研究の目的としては、この量子ネットワーク応用へ向けた優れた光学特性とスピン特性を有する新しい個体量子光源を創出するということになります。でまず個体中の量子光源に関してですが、例えば一例として、本研究で発見したこれは、えー、量子光源の構造を示しています。でダイヤモンドというのは炭素からなる、えー 結晶になるんですが、その中に不純物が入り、えー、空港が隣り合っている構造を複合血管と言います。でその複合血管の場所に電子が極在しますで。そうしますと、ダイヤモンド中のバンドギャップの中にエネルギーレベルを形成します。よって、レーザーで、えー、電子を冷気することで、えー、発光を示します。でさらに、えー、とスピン状態、例えばアップ、 ダウンのスピン状態を有していればそこでスピン制御をして量子状態を保持することができます。よって原子レベルで一つの複合血管を作ることにより単一光子放出をする固体量子光源が得られでさらにスピンによって量子状態を保存することができるということになります。でダイヤモンド中の固体量子光源として非常によく研究されているものに窒素空港センター NV センターと呼ばれるものがあります。ダイヤモンド中の、えー、と窒素と空光がペアになった構造をしていて、えー、非常に長いスピンコヒーレンス時間を有しているので、優れた、えー、スピン操作をすることができると。でただし、えー、光学特性を見ますと、これはスペクトルを示していま,すいますが、この量子ネットワークで使うゼロフォノン線と呼ばれる、えー、部分が全体の、えー、発光に対して数パーセントしかないと。 という問題があります。でもよりこの ZPL、ゼロフォロン線が、えー、大きい量子光源がないかと見ますと、4足元素を使ったもの、例えばこれはゲルマニウムを使ったゲルマニウム空港センターの例ですが、非常に鋭い ZPL、ゼロフォロン線を示します。なので、光学特性として ZPL を見ますと、4族のものが非常に優れているということが分かります。でしかしながら、一方で、 この4属シリコンやゲルマニウムを使った固体量子光源はスピンコーレンス時間があまり長くないということが分かってきていました例えば数ケルビンに温度を落としたとしても数十ナノセックから100ナノセック程度のスピンコーレンス時間にとどまっていますこの原因としてはエネルギーレベルを見ますとこの規定状態分裂が 基底状態が2つに分裂しているんですが、このレベル間でフォノンを吸収することによって量子状態が乱されてしまうということが起こります。よって、このガンマプラス、フォノンによる吸収を抑えてあげれば、スピンコーヒーレンス時間が長くできるだろうという推論が立ちます。でそこで温度、その方法としては、測定温度を低くする。 またはこの規定状態分裂の間、デルタ GS 分裂、デルタ GS を大きくすると、まあ、その2つの方法が考えられます。で本研究では、このデルタ GS を大きくしようということで研究を進めました。でそこで新しい個体のダイヤモンド中の粒子光源を創出しましたで。用いたのが4属でシリコン、ゲルマニウムの下の スズを用いていてますそこで作り出したのが、スズ空港センター、SNV センターになります。SNV センターは、他のシリコンやゲルマニウムの量子光源と同様に、鋭い ZPL を有していますということが分かりました。で波長としては619ナノメーターになりますで。さらに第一原理計算から、えー、安定発光が期待できる構造対称性を有しているということも分かりました。 また、スズは大きい元素であるために、このスズ空港センターを作るにあたって新しい手法を開発しています。それが高温高圧化でアニールするというものです。で通常、固体量子光源、ダイヤモンド中のカラーセンターを作るのは1000度程度のアニールでいいんですが、本研究では2000度以上のアニールを行っています。で温度を上げるほど、このゼロフォノン線が鋭くなるということと、さらに、起因が不明な 低い温度では見られていたピークが2000度以上では消失していて、高品質な鈴空港センターのスペクトルが得られるということを明らかにしました。でさらに、ダイヤモンド中に導入する鈴の量を調整することで、原子レベルでただ一つの鈴空港センターを作ることにも成功しています。えっと、重要なことは、この発光強度が他の4属元素、例えば SIV センターの 発光強度よりも圧倒的に大きい、えー、強い光を示しているということ,がいうことになります。また、スピン特性としましては、えー、スズを使った狙いは、この規定状態分裂を大きくして、炎の吸収レートを下げたいというところだったんですが、それを実際に測定しますと、原子番号が大きくなるほど、シリコン、ゲルマ、スズというふうに、この規定状態分裂幅、ここのデルタ GS が大きくなると。 ということが狙い通り得られたということになります。で、この値はデルタ GS が 850GHz になります。よって、SIV センターではミリ秒の長いスピンコヒーレンス時間を得るにはミリケルビンの温度まで冷却する必要がありました。それに対して、SNV センターではケルビン温度大きい、大きい規定状態分裂を有していますので、ケルビン温度においても、 長いスピンコヒーレンス時間が期待できます。まとめますと、本研究では新しい量子光源であるダイヤモンド中の鈴空港センターを発見しましたで。その鈴空港センターは優れた光学特性とスピン特性を両立する可能性を有する量子光源であります。さらに今後、量子干渉や長いスピンコヒーレンス時間の実証、さらに機能の向上を 行うことで量子ネットワーク応用へ展開したいと考えています。以上です。